人、物、金をテキサスへ CCIV のループです。私の YouTube チャンネル、中野塾長の中野メソッドを使って、えー、宣伝をしたところ、今、なんとチャンネル登録者が15万人を超えています。これも本当に皆様の ご支援のおかげと思っています。ご支援というと、今、テキサスに、テキサスから日本文化を通して、和光を広めるために、ジャパンタウン、門前町を作る善光寺プロジェクト。このプロジェクトのお寺の建設費の一部をクラウドファンディングで6月末まで募集しています。 今、まあ、おかげさまね、200万円以上集まってますけども、まだまだ頑張りたいと思っています。下の説明欄に、えー、をクリックしていただくと、まあいろいろなリターンがご覧になります。今、人気ナンバーワンのリターンは、お寺の柱のところにですね、お名前を刻むというのがあります。ご覧になってください。 そのテキサスに、なんと新たに証券取引所ができるかもしれません。その運用会社として、世界最大手のブラックロックなどが支援しています。取引所の規則のハードルを下げて、上場企業を呼び寄せ、現在、ニューヨーク証券取引所、 とナスダックによる下限状態にかざ穴を開けるという狙いです。このテキサス証券取引所テキサスストックエクスチェンジ T X S E は T X S E という会社を20132023年です、ね、に作ってそこから始まっています。えー、新たな開設に向けて。 アメリカの証券取引委員会 SEC に2024年中に申請をする方針です。拠点はダラスに構えるということです。ウォール・ストリート・ジャーナルによると SEC の承認を経て2025年に株式の取引を開始し2026年に TXSE の 新規上場1号案件という計画です。この TXSE グループは、先ほど申し上げたように、ブラックロックや、アメリカの電子取引の仕立てるセキュリティーズなど、20以上の外部投資家から、合計で約1億2000万ドル、日本円で 約90億円の資金を調達しましまた TXSE は取引所規則を緩めるということで法令遵守コストの高まりに不満を募らしている企業のそういったニーズを汲み取り上場ビジネスを成長の本、まあ狙いとする。 とというところがあります上場企業は連邦法や SEC のルールに加えて証券取引所の規則も遵守する必要があります。ナスダックは取締役会に1人以上の女性と1人以上のマイノリティあるいは LGBT など性的少数者 含めるよガイドラインを設けて SEC の、えー、承認を受けました世界取引所連盟によると今年の4月末時点でナスダックには約3400社ニューヨークス証券取引所には約2300 300社が上場しています。過去にはアメリカにも数,数十の取引所が、えー、各地にありましたが、買収などを通じてどんどんと淘汰され、今はこのナスダックと NYSE の2つのグループがアメリカの株式市場を加戦、えー、しているという状態です。TXSE は 特定の政治とは距離を置く姿勢を明言するとしていますが、保守層が多いテキサスでの新たな証券取引所開設というのは、リベラルが多いニューヨーク拠点のダスタックや NYSE と対照的となり、テキサス SE の開設に向けた 最初のハードルは SEC の判断です。申請の判断にあたって、法令や規則が求める基準を重視しているか、競争環境にどんな影響を与えるかという観点から吟味すると SEC は言っています。以上、テキサスのループでした。 チャンネル登録よろしくお願いします。